瀬戸康史の動画。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。いよいよ今晩に迫りましたアップルの発表会、楽しみですね。私はリアルタイムで見るつもりでございます。いや楽しみ、9月はやっぱりアップルの月ということでね、今日もアップル関連のお役立ち情報を紹介したいと思います。今日は何をやるかと言いますとですね、その他その他、この言葉聞いてピンときた方はね、 Mac 使いの方 だろうと思いますよ。MacBook とかですね、あと iMac とか使ってるとですね、まあ画面見ていただくのが早いですね。こちらリンゴマーク、この Mac についてってところの詳しい情報、そしてストレージっていうのを押すとこういうグラフが出てきます。これはですね、自分のハードディスクの中にどれぐらいの、データが詰まってるのかっていうのが色分けされて出てくるんですけれども、オーディオ、ムービー、写真、アプリとかっていうのは自分でコントロールできる範囲にあるデータです。例えばムービーが多かったら自分でフォルダ見て減らせばいいだけの話なんですよ。ただ、この黄色のその他っていうところが中が何なのかわからないんですよ。というわけで今回私がご紹介したいのはこのその他の領域の減らし方でございます。とあるアプリを使うんですけれども、そのアプリを使えば自分の iMac の中に入っている、無駄なファイルっていうのがパッと見えてきます。でそれを削ることによって、間接的にこのその他っていうのを減らしていこうという作戦でございます。このアプリすごいから見ててくださいよ。瀬戸康史の動画いきます。じゃあ最初この Mac についてのところで空きを見ておきましょうね。 641.5 空いてますね。もともとが3テラあるからね、ちょっとねこれは空き容量増やしたいよねということでいきます。何を使うかというとこちら、デイジーディスクという有料アプリでございます。まず一番右のスキャンっていうのを押します。左のマッキントッシュ HD をスキャンするよという意味です。はい、出ましたね。ボーンとね、このバームクーヘンみたいなね、グラフが出てきましたよね。これは何かっていうとですね、僕のこのマッキントッシュ HD の中に入っている、データが全部色分けされて出てきてるということでございます。真ん中の円、これが 2.5 テラっていうのが、右側に文字が出てますけど、マッキントッシュ HD の容量。で、その中に、ユーザー 2.2 テラ。で、アプリケーション、51.8、 これ光ってますよね、ライブラリー。ちょっと分かりやすくするとですね、一気にここ行っちゃいます。ボン、コジセトっていうね、僕のこのフォルダーの中を全部示してるんですけど、全部で 2.2 テラ。その中に光ってますね、ムービー 1.6 テラで、ライブラリー440ギガで、ミュージック、ピクチャー、書類と出てきます。もうこれ一目見て分かりますよね。上から、フォルダーが上の階層で、輪っかの外になるとだんだん深くなっていくという、こうなんかまるでこううんちみたいなね、うんちみたいなこういう構造になってますね。フォルダーが上、下、下、下っていう風になってます。でこれね、もう一目では分かりますよね。最初に見たですね、このマークについて、これよりもさらに細かく出てくるということです。だからこっから、無駄なところを探していくと。じゃあ実際どうやって探していくのかっていうのをやってみましょう。ここから減らしていきますよ。まずね、僕のこのハードディスクの中何が多いかって、まずムービーですよね。まあ YouTube やってるんで仕方ないんですけど、このムービーのとこポンって押すと、これがムービー全部の内訳です。で、このオレンジの領域ね、これ大きいですよね。これ編集済みアップ前っていうね、これね、僕が編集 し終わった素材を入れるフォルダーなんですけれども、これがちょっと膨らんできてる。でこれは外付けのハードディスクに移しちゃえばこれ減らすことができます。今ちょっと持ってきます。そしてマリオ 3D 実況が次に、でその次第3位、ゼルダ無双で、まあいろいろね、こうバーッと入っているわけです。でこの黒いとこ何かっつうと、スモーラオブジェクトっていうね、他のちっちゃいのが、固まってるのがこの黒いところです。でここから無駄を探していくわけですけれども、とりあえずまあ自分が編集し終わったね、この編集済みアップマイっていうファイルをまあどっかやればいいんだけど、ちょっと今はそれちょっとめんどくさいでやんないです。僕がいつも消すところ、どこ消すかっつうとここです。ライブラリーの中見ると紫の中出てきましたね。でこれの、アプリケーションサポートの、右側でもいきますね。アドビでコモンで、これメディアキャッシュファイル、このメディアキャッシュファイルっていうのが、いらないと
言われているものです。多分いらない。ここから難しいんですけど、このデイジーディスクっていうアプリを使うときっていうのは、ここ消してくださいよっていうふうに、このアプリが教えてくれるわけではありません。なので、自分のディスクの中にどれぐらい無駄なものが入ってるのかっていうのはちゃんと自分で判断して自分で消さなきゃいけません。そこは本当に気をつけてください。で、僕はいろいろネットとかで調べてこれがいらないっていうのはある程度知ってるのでこれ消しますけど、やられる際は、自己責任でとは、言いたくないんですけどね、ちゃんと調べてねやってくださいね。で、今回は、これを消します。で、これをこのままね右下にこうドラッグアンドドロップで持ってってもいいらしいんだけど、ちょっと僕それ怖いんで、いちいちここでね、開きます。これで ショーインフォルダー、ショーインファインダーっていうのが出てきます。で、これで見るとファインダーの中で見ることができるんです。ここです。コモンファイルの中の、メディアキャッシュファイル、このメディアキャッシュファイルごともフォルダ消しちゃっていいと僕は判断します。これ僕は捨てちゃいます。304GB、これゴミ箱に入っちゃいます。Adobe の製品使ってる人なんかね、ここ溜まるんですよ、メディアキャッシュファイルっていうのは。だから僕は、ここ消してますね。はい、消えました。瀬戸康史の動画。はい、あと無駄なとこ何があるかちょっと見ていきましょうか。ここかな、ここのファイルの中のモバイルシンクっていうやつね。で、その中のバックアップっていうのがあるんだけど、ここね、くしゃくしゃなんか出てきてると思うんですけど、これがね、なんか多分 iTunes とかで iPhone とかを繋いだ時のバックアップファイルなんですよね。で、これも、本当は消しちゃダメなんだけど、古いやつちょっと消そっかなってちょっと思います。はい、これ出ましたね。これがバックアップの中身です。2013年に作ったのが3個あるんで、なんとなくこれ消しちゃおうかな。これかなり危険な技なんで、皆さん真似しないでくださいね。これでちょっと俺の iPhone とか iPad 動かなくなっちゃうかもしれないんだけど、これは俺ちょっと消してみる。消してみる。こういうのちょっと怖いんだよね。うん。今これちょうど線がつきましたね。105GB 中、80GB ぐらい消しました。はい。あとじゃあどこ行こうかなって、こんな感じで消していきます。だから、自分のフォルダの中に何があるか分かっても、無駄なところを探し出す力っていうのはある程度ないといけないかもしれません。Adobe 使ってる人はね、ここが無駄なのがいつもできるんだっていうのが分かってないとね。うん。あとは、ムービーとかね、サイズがでかいフォルダーとかっていうのがすぐ分かるのはかなりいいですね。ムービーをして、例えばこういう風に、上から 237GB、170GB っていう風に大きい順に出てきてくれるので、こういうのを知ることができるっていうだけでも、かなりこのアプリお得だと思います。うん。いいよね。ああ、マリオ 3D 実況すげえ、170GB もあるんだってのが分かりますからね。すごくいいです。僕は今回でかいところっていうのはそんぐらいかな。じゃあちょっとこれで、このアプリ一回落として、最初 637GB ぐらい空いてたよね。もう一回このシステムで見てみましょう。この Mac について。さあどうなってるか。はい、出た。最初の、グラフよりも黄色いその他の部分がかなり減りましたよね。そして空き容量が 1.03TB ということで 1TB 確保できました。まあこういう感じにしてですね、デイジーディスク使って無駄なところを消していくという作業を僕はしています。瀬戸康史の動画。はい、続いてはこちら。僕が今までずっと使ってきた MacBook Air 2012年モデルをパパッと片付けちゃいましょう。はい、最初はこんな感じ。その他が 68.37GB あって、全部の空き容量が 64.94GB でございます。これでデイジーディスクを使ってパパッとやっちゃうと、はい、こんな感じでございます。余計なムービーファイルとかがあったので、ちょっと外付けハードディスクに逃がしたりとかして、気合でなんとか 100GB 以上の空きを確保しました。はい、ということでですね、今回ご紹介したデイジーディスクというアプリを使えば、いらないフォルダー、いらないファイルとかをですね、ピンポイントで削除していくことができるので、すごく便利です。皆さんよかったら使ってみてください。ということでですね、僕これから何をやるかっていうとですね、この2012年版の MacBook Air を、最近紹介した AirMac タイムカプセルでバックアップを取って、そのタイムカプセルのバックアップから MacBook Pro 15インチをね、新しく買ったので、そっちの方に復元させて、これはですね、とある人に、そして2014年モデルもとある人にということでね、違う方に渡すという予定になっておりますので、その作業を着々と進めていきたいと思っております。それでは以上、瀬戸康史によります便利アプリの紹介でございました。それでは今晩 iPhone6 楽しみ。じゃあなー。